タビンシュエイティ王は、ビルマ人の王朝、タウング王朝の王の一人。不王、ミンチーニョが1503年に手に入れていたチャウセイの土地がタビンシュエイティの即位までに国土を潤わしていた。ため、タビンシュエイティは即位こその力を存分に発揮し、ビルマ人の代表的な王の一人となった。即位後、タビンシュエイティは、エーアワディ川のデルタを1534年に掌握した。 1539年には、ゲビルマにある門族のペグー王朝に攻め込み、首都ペグを陥落させ、ペグー王朝を滅亡させた。翌年、ポルトガル人、ジョアのカイエイロヒキー鉄砲隊700人を傭兵として雇い入れ、火薬という新兵器を導入し、軍事力を大きくした。1541年新兵器による、軍事力を得たタビンシュエティは、門族の都市、 マルタバンを兵糧攻めで攻撃し、1ヶ月の後、陥落させた。タビンシュエティは、南のモン族を平定すると、1554年、シャン族のアバオ朝を攻撃、首都を壊滅させ、中央ビルマ全域を支配するに至った。1547年から1549年には、小大族の王朝、アユタヤが、相続争いで混乱しているのを見て、 攻撃を仕掛けるが、相手も同じく、ポルトガル人傭兵隊を抱えていたことにより、その力を発揮できず失敗に終わった。このように、ポルトガル人傭兵隊が、タビンシュエーティー王時代のタウングに、大きな進展をもたらした一方で、タビンシュエーティーは、ポルトガル人傭兵隊の持ち込んだアルコールに溺れ、アルコール依存症をきたした。また晩年には、門族の妻をめとり、 文族の習慣を積極的に導入。ゲビルマの国主にビルマ人を任命せずに文族を導入したため、国内では文族に対する脅威が高まった。タビンシュエーティは1550年、シッタレウンの国主に殺されるが、この後、タウングー王朝では、各地で他民族の反乱が起き王朝は再び分裂。この危機を救ったのが次期国王で、 彼の馬兄弟であるバインナウンである。ビルマの土着信仰、ナッシンコでは37柱のナジンの一柱として崇められる。清掃し、小座で右手に刀、左手を膝の上に置いた姿で描かれる。2001年のタイ映画、スリオータイでは、タイ人俳優のスパキット・タンタットサワートがタビンシュエイティーを演じた。ありがとうございます。